はい。ラピッ TV です。本日ご紹介する商品はこちらの2つになります。センサー型防犯ライト、屋外用ですね。もちろん室内用としても使うことができます。こちら、ソーラープラス電池のハイブリッド方式の LED ソーラーセンサーライトと、こちら、電池式の LED センサーライト。この二つをご紹介していきたいと思います。型番がこちらが546、そして543となります。こちら、546ハイブリッド方式。このソーラーパネルがついて、電池でも両方、ハイブリッドで動きます。この最新モデル。こちら、電池式のはさらにお安くなっておりますのでね。 興味ある方はチェックしてみてください。それでは、まず内容物からご紹介します。こちらが 546LED ハイブリッドタイプとなります。ソーラーで充電するタイプですね。そして、曇り空が長時間続いた場合、充電が、ソーラーの充電がなくなった場合はハイブリッドなんでね、中に入れている乾電池の 単位値の方の電池の方に切り替わって補助するといったハイブリッド方式の画期的なセンサーソーラーライト電池というハイブリッド方式を採用したものとなります。これが本体です。そしてこちらがはい、ついてきますソーラーパネルとなります。高度も5メーターあって非常に長く 設置場所を選びません。これがハイブリッド方式の内容物です。これが本体。そしてソーラーパネル。そしてこちらが取り付け用のネジです。ネジもステンレス製の錆びないステンレス製のネジが付いております。そしてハイブリッド人感センサーライトの取説、日本語取説となっております。 またこちら2年の長期24ヶ月保証がついておりますので安心して購入することができます Amazon 人気の最新モデルとなっております非常にねこの価格でコスパ最高で非常に明るい防犯センサーライトとなっておりますそしてこれが本体です自由に可変します後で詳しく見ていきますがいろんな方向に変えることができます 後で詳しく見せますね。これがパッケージ内容です。これがセンサー部分。センサー部分ももちろん回転して動かすことができます。これが各種設定のボタンのパネルです。はい。そしてここに電池を入れるようになるといったものです。後でお見せしますね。これがパッケージ内容です。こちらが電池式のやつですね。 電池はここに簡単にね、こういうふうに裏蓋を外してもらって、この中に単位値を3本入れてもらうと、大体いい毎日40回の点灯で半年は持てるといった具合になっております。はい。もちろん同じような操作がついております。それとセンサー、自由に可変する。こちらが電池式です。 単一、三本は別にとなっております。こんな感じで。そして、こちら、3級カードが入っております。まあ、2年保証なんでね、24ヶ月保証の優れたセンサーライト。防犯にこれからね、だんだん日が長くなって夏に向かっていきます。ぜひ、これから最高のソーラープラスハイブリッド方式ですね。そして、こちらが電池式。 お好きな方をお選びください。現在お見せしているのが全てのパッケージ内容となります。どちらも24ヶ月の保証がついております。では、早速詳しく見ていきたいと思います。では、どうぞ。それでは各部名称とこちら本体いろいろと説明していきたいと思います。 これがセンサー部分になります。そして防水等級はね、IP65 防水で屋外適用となっております。風に耐える防水設計となっております。そして耐久性のある ABS 素材が使われておりますので、非常にね、長持てする材質となっております。これがね、なんと、まあ、4000円以下で 購入することができるといったものです。この電池式はもっと安いですね。後で、ここら辺に値段は出しときます。そして、こんなにしっかりした作りになっております。センサーも非常に大きくて、ここが裏蓋ですね。取って、単一電池3本使うことになっております。単一電池は別売りとなっております。アルカリの電池を使うことをお勧めします。もちろんね、 100円ショップ、ダイソーとかで3本100円で売ってますんでね。コスパは非常にいいと思います。40回店頭で6ヶ月持つといったものです。後でお見せしますね。まず各部。非常にこれのいいところ、最新モデル。この LED のパネルが独立して動きます。この LED の照射方向を真横、こんな形ですね。 こんな形にもできますし、なおかつ下方向、これだけを下方向に向けることもできるし、これも下方向、こういった形、自由に、ここら辺が可変します。そして、こうも動きます。これが素晴らしいところですね。今までこんなね、複雑な動きをするセンサーライトはなかったです。ただ、一個だけの、このね、 LED が光る面だけが動くというものはあったんですけど、こういう3つ、個々が独立して動くソーラーセンサーライトですね。これはこちらになりますが、こちら電池式で説明しております。後でソーラーもお見せします。こんな感じです。独立して動くといったものです。これだけを下に向けて、この2つをお好きな方向に向けれるんで、 まあ、一つのセンサーライトで方向を変えれるといったものになります。画期的なものです。そしてさらに嬉しいことに、ここですね。上の部分も、これも、こんな感じで動きます。はい、こうですね。はい。もちろん、向こうの546のソーラー電池式ハイブリッドの方も同じように動きます。 説明はこちらでしておきます。こんな感じで、自由にこの部分も、これだけ可変します。はい。そして、ここも動くと。これだけ動くのはないですね。完全にここまで動きます。はい。そして、もちろんこれもその通りに動きます。好きな方向に照射することができるセンサーライトとなります。 極端な話、こうやって、こう、こう、こうとか。はい。こういった感じもできます。はい。今までになかったですよね。これが、なんとね、4000円以下で買えるっていうのは、すごい。私も、この作りの良さには驚きました。皆さん、ぜひね、この、リンクは下の、 詳細欄に貼っときますんで、興味ある方はチェックしてみてください。電池の交換。これ電池式の方です。簡単にこれが取り付ける、ネジで取り付けるところですね。そしてスライドで入りますんで、電池交換の時は、この、ぶっ、下にこうやってもらえばね、こちらを柱に取り付けてもらって、 あとはカパッと外れるんで、電池交換も簡単にできます。電池交換やってみます。はい、こんな感じです。で、ここに黄色いシールが貼っている方向に入れます。単位値を1、2、そして3と、こういった感じで入れて、 はい、これでロック完了です。これでセンサーライトのスイッチが入ったといった形になります。はい、これでここに赤いランプがつきました。これ準備 OK です。また電池がなくなってくるとこの赤いのが点滅するといった風になります。ソーラーの方がね、ソーラーで充電されるときはここがグリーン青いランプがつきます。 ま、説明書に詳しくは載ってます。はい、今ライトが自動でセンサーがつきました。そして、ここが各設定ですね。これ距離の設定です。これ10フィート、17フィート、これ33フィートだから約10メーターです。ここが5メーター、3メーター。そして、ここが、MLD と書いてありますね。そして、 ここがタイマーです。20秒間のつきっぱなし、10秒間センサーが反応して20秒これを点灯させるか、10秒点灯させるか。そしてこれテストというモードは5秒間感知するとついて消灯するといったモード。そして一番ここがここの明るさですね。 一番今明るさの一番明るいモード。そして中。そしてショートいった具合になります。まあ一番暗いモードで使うと一番まあ電池式は長持ちしますね。はい。こんな感じで自由に角度を変えることもできます。これひょっとしたら YouTuber の方、あの照明に使えるんじゃないかな部屋にも。 僕もそういった使い方もできるんじゃないかなと今思いました。はい、こんな感じです。これが電池式。まあ、直に見るとね、かなり目やられますんで、直に見ることは避けてください。センサーでついたり消えたりしてるのがお分かりでしょうか。はい、こんなに明るい。そして、ここで簡単に操作パネルで操作できますので、これが一番暗い光。 はい、この辺にね、カンデラ数とか出しときますんで、はい、これが操作面となります。非常に簡単にボタン式で分かりやすい設定となっております。もちろん、こちらのソーラープラス電池式のハイブリッド方式も同じ操作になります。明るさが明るいのはこちらのソーラープラス電池式のハイブリッド方式が、明るさは これ以上に明るいといったものになります。はい。これが今、電池式のセンサーライト、反応したところを今お見せしております。かなり明るいんでね。方向をこういうふうに変えて、非常に明るいセンサーライトとなります。はい。どうですか 簡単に反応するセンサーライト。こちらが電池式の LED ライトとなります。こちらがソーラープラスハイブリッドという風になります。続いてこちらのソーラーも説明したいと思います。続いてソーラープラス電池式のハイブリッドを見てみたいと思います。はい、続いて546の方ですね。 ハイブリッド方式ソーラープラス電池で天気が悪くなって雨の日が続いたり曇り空が続いてソーラーで充電がなくなった時はこちらハイブリッド方式なんでね中に入っている電池で電池で駆動するように切り替わりますそしてまた天気が良くなって自動に充電されると また充電電池の方で点灯するようになるハイブリッド方式となります。こちら価格が4999円現在。そしてクーポンにチェック入れてもらいますと5%オフで来るといったものです。1000円違いですね。ハイブリッド方式は4999円。ソーラーと電池のハイブリッド。こちらの方が明るいです。 これが1000円高い4999円。こちらが3999円と、電池式は電池単一3本でだいたい40回の点灯で半年持てるといったものになります。まあ、6ヶ月半月に半年に一遍電池を交換してもらえばいいと思います。そしてこちらはまあ電池交換不要ですけど、ここ。 ハイブリッド方式裏お見せしますね。まあ一緒ですけど、どこが違うかと言いますと、やはりこういうワーニングって入ってますんで、あ、最初に使うときはこれを外して、1時間ソーラーで充電してみてください。そして使用してください。ここに電池 3.7V の18650ですね。18650。アマゾンでも買えます。 3.7V の電池が入っております。はい。これが充電電池です。充電電池もこれ1、2年で下手りますんでね。下手ったら交換できるといったもので、これだいたい1000円ぐらいで売っております。これが充電の電池とリチウムイオン電池となります。3.7V の18650という風になります。そしてここに 今度はね、単位置を2個入れてもらうことになります。これが雨の日とか曇り空が続いた時に、こちらの充電電池が切れた時には、ソーラーからの電池が切れた時には、こちらにハイブリッドで切り替わるという、画期的な今までなかったソーラーセンサーライトとなります。これがね、 電池式よりと1000円高いだけでこちらが来るんで、私はこちらをお勧めしますね。はい。で、これがソーラーパネルとなります。で、ソーラーパネルはここですね。防水キャップを開けてもらって、ここに、こんな感じで、刺してもらうだけです。はい。そして、お好きな場所に取り付けてもらって、こちらも可変式で、 角度が変えれますんで、太陽光がね、8時間以上、できるだけ6時間以上当たる、一番日当たりのいい場所に、こちらの太陽ソーラーパネルをつけて設置してください。5メーターありますんでね。そして取り付けてもらうと、こちらの、こちら最初からついております、18650の 3.7V のリチウム電池に充電されると。 いったものです。こちらの単一電池は別売りとなっています。こちら2個入れることになります。これがハイブリッド方式となります。ソーラープラス電池。曇り空が続いた時、充電不足の時は電池の方に切り替わるといった画期的な商品となります。はい。こんな感じで見てきました。2つの ソーラーセンサーライト。これから夏、防犯ね。家の防犯。そして玄関灯そしてガレージ。駐車場。いろいろな場所に使えます。もちろん室内でも使えますんで。日当たりのいい場所にこれを出してもらえばいいといった具合のソーラーセンサーライト。二つを今日はご紹介しました。ぜひ、興味ある方は、下の 概要欄にリンク貼っときますので見てください。そういったわけで今日ご紹介したのは電池式の非常に可変する最新型の防水の LED センサーライト電池式とハイブリッドソーラープラス電池でハイブリッド方式の防犯センサーライトをご紹介しました。またいい商品があったら ご紹介したいと思います。では、バイナラ